宝の地図を見つけたぜ。早速発掘に行くぜ。うわすごい、大判小判がザックザクだぜ。ミオイちゃん、これで晩飯くれ。大判小判で最高晩ご飯。それにしてもマリサさん、そんなに立派な小判、どこでかっぱらってきたんですか？かっぱらうなんて人聞きが悪いぜ。さっき森で発掘したんだ。ほら、これだけあれば一生贅沢できるぜ。すごい。何としても欲しい。そうだ、確かこの辺に…あった！エイリンさんからもらった忘れ薬、これを飲ませて、小判のことを忘れさせましょう。マリサさん、ビールもどうですか？冷えてるか？バッチリ冷えてますよ。パー！ああ、腹いっぱいになったら、なんか眠くなってきたのぜ。泊まってもいいか？はい、ぜひぜひ泊まっていってください。あ、お荷物預かりますよ。お、すまんぜ。これが明日になったら、小判のことはすっかり忘れているはず。おはよう、ミオイちゃん。ぐっすり眠れたぜ。それじゃあ帰るから、荷物返してくれ。忘れてない？マリサさんには薬に耐性があるみたいですね。もっと乗らなくちゃ。朝ごはん食べていきませんか？もらうぜ。もうなりふり構って言われない。おい、ミオイちゃん、もう待ちきれないぜ。早く出してくれ。お待たせしました。当店自慢の朝ごはんです。いただきます。おい、ミオイちゃん、漬物にかかってる白い粉は何なんだ？味の素ですよ。味に深みが出るんです。粉っぽいぜ。ミオイちゃん、この鮭塩振りすぎじゃないか。真っ白だぜ。そのくらいが美味しいんですよ。これも粉っぽいぜ。味噌汁なんか白くないか？あら、マニサさん、赤味噌派ですか？さすがに白すぎるのぜ。これも粉っぽいぜ。これは…粉っぽいぜ、粉っぽいぜ、全部粉っぽいぜ。うぅ、苦しい。マリサさん、食後にコーヒーはどうですか？お菓子もたくさんありますよ。もういいのぜ、そろそろ帰るのぜ。すまんすまん、荷物を忘れてたぜ。返してくれ。はぁ、あんなに薬を塗ったら、さすがのマリサさんでも何か忘れるはずだけど…あ、ご飯代と宿代、忘れてる。どうもどうも、はじめまして、こんにちは、こんばんは、おはようございます。霧雨マリサ役のリウナです。あれ？あれあれ、もしかして、はじめましてじゃない方もいらっしゃったり？いや、いらっしゃらないか。いや、いらっしゃったり、いらっしゃらなかったり、いらっしゃったり、いらっしゃらり。はい、茶番はさておき。今回は、
左アメさんことレフタメさんから素敵な企画のお声掛けをいただきまして、またご縁があり、こうしてね、マリサさんを楽しく演じさせていただきました。いやー、やっぱり思い入れのあるキャラクターで、なおかつ短いストーリーだからこそ、いろいろと悩んだり迷ったり、あとパターン取りをしたりと、たくさん試行錯誤いたしました。いやー、その成果がね、出ていたら嬉しいなーなんて思ってます。はい、ということで、ご視聴いただきありがとうございました。ではでは、またどこかでお会いしましょう。皆さん、どうもはじめまして、夢咲きららと申します。マリサとアリスのトレジャーハントをご視聴いただきありがとうございます。ようやくを演じさせていただきました。今回演じさせていただいたのは、まあ、ニコニコ動画の中での、まあ、何、あるクッキー動画で出演させていただいた経験があって、そこからの依頼で、今回演じさせていただく予定になったんですけれど、私、声優志望なので、こういう機会、本当にありがたく思っていて、また何かしらのご縁があったら、たくさんの方の動画に出演させていただきたいと思っています。ぜひぜひ、面白い、クッキー動画でも何でもかかってこいやって感じなんで、夢咲きらら、よろしくお願いします。演技だって、演技は下手なんですけれど。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。